サッカー英語ヒストチャンネルへようこそ。このチャンネルは中学生や大学生などの育成年代の指導に力を入れていらっしゃる名古屋 FC の代表尾崎さんと一緒にサッカーの有識者にインタビューをしていく番組となっております。では本日も尾崎さんよろしくお願いします。はい、今日も有識者はいないということで、いないソロ企画で、尾崎さんは有識者というよりも、はい、まあいつもの単独ジジイの独り言シリーズということで、はい、テーマというか題材は今回の、まあ、テーマを発表します。うん、今回のテーマはですね、うん、全国強豪校にすべきサッカー組織論というのは、うん、あのね、組織論か、うん、前回か前々回かよく覚えてないけども、はい、本番に強くするメンタリティをどう作っていったらいいかみたいなのあったじゃない。はい、ありました。あの時に話をしたんだけれども、うん、その僕は昔も知ってるし、はい、今も知ってるから、うん、昔との違いを言うと、はい、まずトレーニングのこう時間が短くなった。お、短くなったんですか？短くなった。昔は長いことやる、いわゆる体で覚える、うん、ことが良しとされてきた。あ、だから素走りもあり、ね、うん、シュート練習も時間をかけてやる、はい、あれもやる、これもやる、うん、時代から効率よく、はい、頭を使って短期集中でいきましょうって言って、うん、それこそ愛知県の代表の中部第一高校が対戦する大津高校っていうのは、はい、ね、90分で練習を終わらせるっていう、ずいぶん前からそういうふうにしてこうやってこられてるチーム、はい、昔は2時間も3時間も午前連打、午後連打、もちろん今も合宿すれば午前と午後に分けられる可能性はあるけども、はい、1回の練習がこう3時間とか、うん、途中あったわけ。へえ、3時間も。真夏の日にね。うわ。で、だからそういうことを考えると、そのやっぱハードワークするスポーツなんでね、はい、要は短く集中してやるというのがまず今風というか、うん、だから頭を使わせる、体もを先に疲れちゃうと、はい、頭がこうスキッとしないから、うん、うん、頭がしっかりこう酸素もあって、はい、しっかり考えられるだけの時間の中で抑える、まあこういうシステムというかこういう考え方に変わってきて、その昔は僕みたいに監督さんがレフリーもやり、生活指導もし、ね、マーカーも置き、ね、ホイッスルも吹き、作戦板を持っていて作戦板蹴飛ばしたり、ね、そんなようなこともやってきたじゃない。うん、だけども今は、はい、そのコーチがこうトレーニングメニューを考え、はい、もう組織、いわゆる本当に組織をしっかりまず構築していく、監督さんがこう上から俯瞰してもう全体像を見られて、うん、でヘッドコーチが日々のトレーニングをしっかり構築して、でゴールキーパーコーチがいたり、フィジカルコーチングがいたりって言って、今はどこのチームだって最低ライン、はい、うん、そういう組織を、見た目の組織もちゃんと構築し始めてきてるよね。強豪校は。強豪校は特に、はい、うん。で、いわゆる役割分担がしっかりしてる。昔の監督さんがあれもこれも一人でこなすっていう時代ではない。だからやっぱプロフェッショナルに近くなってきたよね。
はいはい。高校サッカーも。確かに、最近コーチでも本当に増えましたよね。うん、以前と比べて。で、やっぱりサッカーをしっかり勉強して、ね、ライセンスの勉強もしっかり、その、やっぱりヨーロッパのサッカーであったり、うん、ね、そのか、まあ、いわゆる海外のサッカーであったり、J のサッカーであったり、サッカーって相手があって成り立つもんだから、うん、相手にこう、それぞれの相手にそれぞれの戦い方も必要不可欠になってくるわけだから、はい、分析っていうのもやる時代になってきたし、うん、そうすると強豪校にするにはやっぱね、僕はね、やっぱトレーニングのクオリティを上げることだなって、うん、もうこれしかないと思う。はいはい。で、前回かなんか話したんで、青森山田中と長野市のイーストがやった時にね、はい、スコアはドローだったけどもって細かいところを細分化して分析していくと、うん、はい、微妙に差があると、うん、それ一発勝負の戦いはほぼ今はなくなってきてる中だから、はい、ね、リーグ戦の中で全てのレベルアップを図りましょうという時代にはなってきてるわけなんでね、うん、そうすると今の細かい差は子供たちが大きくなっていったときにどん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 広がっていっちゃうんですよ。はいはい、確かに。うん。そのチームで最後までね、やるわけじゃないし、確かに皆さん子が強くなったり、上手くなったりね、行く先々のチームが強くなったり、うん、勝てたりっていうためにサッカーを小さい時からコツコツやってきてるのに、はい、そこの小さい差を、こう無視して大きくなっていっちゃったら何ともならないから、うん、でそこをちゃんと指摘をしてあげられる目を持ってる人がいる組織、うん、でそれをしっかりとした戦いっていうことも強度も含めてトレーニングの中でしっかり落とし込める空気が作れる、うん、指導者がいる。それをこうバランスよくメンタルも鍛え上げられるための監督さんがいる、うん、そうすると強くなるための組織をしっかり構築してロスが少ないように打ち消し合わないようにコーチと監督さんの意見が違うとかね、うん、そういう意味でのこう組織、物理的な組織もしっかり構築できるようにしていかないと本当にロスが出ちゃうよね。この部分はいいけどこっちがダメだから。だからそうすると分業化になってそれの、打ち消し合っちゃうようなことのないようにしっかりそれをまとめてあげられる監督さんがいる。難しいのよ。それでも勝てるか勝てないんで。確かに、ね、勝ち負けはね。うん、でもなんとなく分かったでしょ。たかしに分かってもらってもね、まあ、これを聞いた人が分かってくれないと意味ないんだけども、うん、確かにそうだ、うん、でもねサッカーをやってた人なら、うんうん、イメージはお話できたはずなんで、はい、うん、ということで特に低年齢に行けば行くほど、うん、細かいことをこのところをやっぱりしっかり叩き込んでというかこう身につけさせて、うん、こう頭のところに発展していくといい、まあ、いわゆるクローズドスキル、オープンスキルっていうところであるんで、うん、クローズドスキルをやりすぎちゃうと、はい、戦いの中では通用しなくなるケースもあるんで、クローズドスキルとオープンスキルのトレーニングの比率を学年っていうかその育成年代の比率を少しずつ考えられるバランスよく考えられるコーチがいいよね。ということでちょっと奥の深い話を少ししました、はい、ぜひ皆さんこれをこう参考にされてね、うん、具体的に分からなかったらいつでも尾崎に連絡をください。
うん、確かにコメントとかにもらえれば、ね、そうね、お教えるとおこがましいけども参考にできるかもしれません、うん、そうですね、はい、はい、ということで今日は、はい、終わりにします、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。